レーナンバー 1-1 三重キックオフ、キッカー25番佐藤建設、リターナーは2番と9番。佐藤建設9番リターン、リターナー9番、自陣35ヤード付近でボールデッド。ここから佐藤建設の攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回をダウンと称し、その回数に応じてファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと言います。攻撃の回数は4回、4回で10ヤードを進み攻撃権を継続するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー 1-2 佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣34ヤード。ランニングバック9番、ハンドオフから中央を狙いましたが、これはカバーされており右オープンへ展開。結果ゲインはできず約3ヤードロス。プレーナンバー 1-3 佐藤建設セカンドダウン13、ボールオン自陣31ヤード。中央へのワンプレー、キャリアは9番、ゲインは約6ヤード。サードダウン3回目の攻撃に変わります。プレーナンバー 1-4 佐藤建設サードダウン7、ボールオン自陣37ヤード。3回目の攻撃、攻撃権更新まで残り7ヤード。中央へのランキャリア2番、しかしスリップ、ゲインは2ヤード、フォースダウンに変わります。アメリカンフットボールはボールを持っている選手が倒れたところまでを攻撃1回とします。プレーナンバー 1-5 佐藤建設フォースダウン5、プレーを選択します。ギャンブル、5ヤード前進しないと攻守交代です。ボールオンは自陣39ヤード。クイックパント、佐藤建設プレーをすると見せかけてパント、クイックパントのフェイクプレーを見せました。結果的に三重はリターンできず、三重自陣20ヤードからの攻撃と変わります。攻守交代。プレーナンバー 1-6 三重ファーストダウン10、ボールオン自陣20ヤード。パス不成功、クォーターバック9番、ワイドレシーバー19番へのフライパス、しかしこのパスはオーバースロー、セカンドダウンに変わります。
プレーナンバー1の7、三重、自陣21ヤードからセカンド運転。中央へのランプレー。ゲインは約5ヤード、キャリア25番。サードダウン3回目の攻撃と変わります。プレーナンバー1の8、三重、サードダウン5、3回目の攻撃、残り距離更新まで5ヤード、ボールオン自陣26ヤード。中央へのランプレー、キャリア18番、しかしファーストダウンには至っておりません。フォースダウン4回目の攻撃と変わります。プレーナンバー1の9、三重、フォースダウン4、パントフォーメーションを選択します。キックによる陣地挽回、攻撃放棄を行います。パンター12番、このパントは佐藤建設陣45ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー1の10、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣46ヤード。ここでホイッスル。佐藤建設、前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。佐藤建設、前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー1の10、佐藤建設、自陣46ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、約8ヤードのゲイン。ナンバー1の11、佐藤建設、セカンドダウン2、ボールオン相手陣46ヤード。佐藤建設ファーストダウン、ランニングバック9番、ハンドフォーク左オープン展開、ファーストダウン獲得です。
プレーナンバー1の12、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣42ヤード。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは熱中症対策として審判の判断によりクォーターの中間でタイムアウトを取ることが許されています。プレーナンバー1の12、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣42ヤード。中央へのランプレー、キャリアは9番。このゲインは1ヤード。プレーナンバー1の13、佐藤建設セカンドダウン9、ボールオン相手陣41ヤード。佐藤建設ファーストダウン、ランニバックリワン、ハンドオフから右を2クロを抜けファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の14、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣25ヤード。パス成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバー1番にホットパス。約9ヤードのゲイン。プレーナンバー1の15、佐藤建設相手陣16ヤードからファーストダウン10。フルバックのダイブプレー、キャリアは33番、ゲインは約5ヤード。失礼、ファーストダウン獲得です。失礼しました、先ほどのパスがファーストダウンでした。先ほどのプレーファーストダウン10でした。プレーナンバー1の16、佐藤建設相手陣11ヤードからセカンドダウン5。三重ナイスディフェンス。ランニングバック9番のハンドオフのランプレーでしたが、これを読み
三重チャージにより80番がロスタックル、サードダウンに変わります。プレーナンバー1-17、佐藤建設相手陣16ヤードからサードダウン点。攻撃権更新には10ヤード、得点を得るまでには16ヤードのゲインが必要です。インターセプト、ターンオーバー。クォーターバック15番エンドゾーンへのパス、しかしこのパスをチップ、チップしたボールを取ったのは三重、したがって攻守交代、ターンオーバープレーナンバー1-18、三重ファーストダウン点、ボールオン自陣7ヤード。フルバックのダイブプレー、キャリア11番、ゲインは約4ヤード。プレーナンバー1-19、三重自陣11ヤードからセカンドダウン6。パス成功。クォーターバック9番タイトエンド28番にパスを通し、約5ヤードのゲイン。プレーナンバー1-20、三重サーダウンインチ、ボールオン自陣16ヤード。不成功。クォーターバック9番、再びプレイアクションのパス、ターゲットタイトエンド28番、しかしこのパスをチップ、あわやインターセプトでしたがパス不成功です。フォースダウンに変わります。プレーナンバー1-21、三重自陣16ヤードからフォースダウンインチ、プレーを選択します。ギャンブル、ゲインできないと攻守交代です。このプレーゲインできず、したがって攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー1-22、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣16ヤード。なにわ9番ハンドオフを受け、相手タックルかいくぐり、約9ヤードのゲイン。